はい、こんにちは、山チャンネルです。前の動画で鉄砲ユリの土を掘り起こそうって言ってたんで、今日の動画はちょっと掘り起こそうかなって、掘り起こすっていうか、もう出てきちゃってるんですけど、いや2年目で、その野菜とかも結構起こりうることなんですけど、なんか鉄砲ユリは連作障害だったかな、読み方は合ってると思うんですけど、同じ場所でずっと育ててると生育が悪くなったり枯れたりするみたいな。だから重植えの場合は2年に1回は土新しくするとか、こうやって鉢植えの場合は毎年違う土を入れ替えてあげた方がいいって、まあネットを見たら書いてあったんで、ちょっとでもね、去年そのままの土なんですよ、去年1回、はい、で前の動画からね、ちょっと成長しちゃってるんですけど、1週間経っちゃいました。今日がもう12月の12月8日なんですけどね、前の動画撮った時は、から、多分ね、もう5センチぐらい伸びちゃってて。はい。これ、掘り起こしていいんすかね、この状態。いや、まあ、いろいろ調べたら、ネットを見ただけなんですけど、鉄砲ユリは増やし方が2つあるみたいで、分球と鱗片。鱗片挿し。鱗片って、なんか、重なってたじゃないですか。多分、去年の動画見たらわかると思うんですけど、鱗みたいなのが。あれを一個一個剥がして、土に刺して、それで増やすってやり方。分球って、球根の、その重なった球根の周りにちっちゃい球根ができることがあるんですけど、まあ、他のチューリップとかも多分なると思うんですけど、そのちっちゃい球根をまた取り出して、別のとこに植えて増やすみたいな感じのやつがあるんですけど、ちょっとね、掘り起こしてどうなってるのか、分球できるのか、はい、ちょっと掘ってみたいなと思います。いやでもどうなんだろう、なんか増えてない気がする。なんか周りを掘りながら、ちょっと周りを掘りながら、この植物とか、こんくらいの状態のやつを、なんか、掘り出してさ、めっちゃ綺麗にして、すごい眺めたいのは僕だけですかね。そんな感じになってさ、これだっていいんですか？これ球根ですね。やっぱ増えてないんじゃないかな。なんか小、多分増えてないんですよ。ほら、ちょっと見えてきたっすね。要は分球は球根の、もともとある球根の周りに、ちっちゃい球根ができて、それを土に植えてあげて増やすみたいな。この球根、これが一個一個が、この鱗みたいなのが重なって、球根を形成してるんですけど、まあ、鱗片ってやつですね。これは今剥がしてもいいんだろうか。多分ね、分球はできないですね。周りにね、ちっちゃい球根はできてないっすわ。それともっと掘ってみないとわからんとか。なんか全然掘れてないんだけど、掘り起こすとか言っときながら。ほら見えますか？やっぱ球根はね、増えてないっぽいっすわ。去年と同じ球根っすね、これ。多分ね、その球根からまた、今年も芽が出たって感じですね。ほら、これが鱗片ですね。まあ、多分、去年の動画見てもらったら分かるし、これが鱗みたいに重なって一つの球根を構成してるんですよ。大丈夫かな？これ掘ってってこんなに。一個取ってみようかな。これを剥がして一個。これ鱗片って言うんですけど、これを剥がして、なんか土に刺してやるみたいな。
まあ、多肉に言う夜、葉刺しみたいな、また多分違うと思うんですけど、これを土に刺して芽、出るんですかね、芽が。どうなんだろう。ちょっと一個剥がしてみっか。これ一番外側のやつ剥がして、はぁ、折れたった。いや、これもう遅いな、ダメなんだよ、やっぱ芽が出てからやったら。ちょっとこいつを外すか。お、ほら、こんな感じで、はい、いいのかな、これ。ちょっとまずいのかもしれん。いいのかな、わからん。こいつも外しちゃえ、もう一個。よし、あ、よし、まずい、まずいっすかね。とりあえず一個は取れました。ちょっともう一個外したい。二個ぐらい外して、ちょっと刺してみたいんだよな、土に。もう、俺の、もうわがままなんですけど。これ、傷つけずに。オッケー、取れた、取れた、取れた。オッケー、綺麗に取れた。よし、とりあえず、この、折れちゃったやつマジでほんとごめん。この二個。折れたやつもいけるかな？ちょっとやって、刺してみっか。はい、ちょっとこんな感じですね。やっぱなんか真ん中から出てんだな、やっぱり。でも俺多分植え付けるの下手くそで、ちょっと球根斜めになっちゃってるな、今日ね。だから斜めになったのかもしれん、芽が出てから。とりあえず今日の動画の成果としては、なんか球根の様子が見れてよかったっていうのと、鱗片をゲットしましたね、2個。はい、これちょっと折れちゃってんすけど、まあこれもやってみようかな。どういう風にちょっとやっていいのかわかんないんで、調べてから、ちょっと、鱗片雑誌で、鉄砲ユリス増やしてみた的な動画が上げられたらいいなと思います。とりあえず今日はね、もう、掘ってみて、中の様子を見てみて、まあ分球ができたら、分球したかったんですけど、多分できそうにないので、なかったので、ちっちゃい球根が。で、ちょっと、鱗片剥がして、また次の動画になるかどうか分からんけど、また別の動画で鱗片雑誌に挑戦してみたいと思います。じゃあとりあえず今日の動画はね、ここら辺で終わりたいと思います。したことがある人とか、この鉄砲よりに詳しい人、鉄砲よりに詳しい人いたら、もしかしたら教えていただけると、ねとても楽なので、僕がその方が自分で調べるより、はい、まあいいや。とりあえず、はい、そんな感じですね、今日の動画は。ここら辺でじゃあ終わりたいと思います。バイバイ。